ボールは繋がりません。まだありますよ。杉本です。まあ、フリーになってる。クロス上げた。シュートでいく。ここは決まった。名古屋グランパス先制。佐藤ですね。佐藤、名古屋グランパス移籍後初ゴールが生まれました。前半の8分。いや、名古屋ここ押し込まれていた中で、はい、前半の8分、佐藤にゴールが生まれました。熊本のクリアがね、少し中途半端になって、まあ、セカンド攻撃を受けたところですよね。マークの確認がずれてましたね。フリーになってましたね、佐藤ね、ここね、はい、ここで最後はオーバーヘッドと、はい、佐藤も玉田も反応しましたね、ここでね、はいはい、左サイドは杉本からのボールでした、はい、ワンチャンスをものにしましたね、